2010 FIFAU-17 女子ワールドカップは2010年9月5日から9月25日にかけてトリニダードトバゴで開催された第2回目の FIFAU-17 女子ワールドカップである6大陸団体の代表及び開催国のトリニダードトバゴの計16カ国が参加した韓国が優勝し同国代表のアマりミンチが 大会最優秀選手及び大会得点王となった。2008年5月26日から27日にかけてオーストラリアシドニーにて行われた FIFA フフの総会にてトリニダード・トバゴが開催国となることが決定した。トリニダード・トバゴサッカー連盟はカナダ代表監督であったエベン・ペレルッドを昇平、ペレルッドイナス -17 代表監督に就任した。 2009年9月12日にポートオブスペインにて開催されたガーラセレモニーにて同国の楽器であるスティールパンを用いたエンブレムが披露された予選大会にあたる大会は2009年から翌2010年にかけて開催された出場枠は AFC、カフ、コンメボル、UEFA が各3枠コンカガーフが2枠 OFC が1枠 そして開催国が一枠と割り振られた。2010年6月30日、ナイジェリアのグッドラック・ジョナサン大統領により、ナイジェリアサッカー協会が組織するチームを、フィファ主催大会へ2年間出場させないとの声明がなされ、これにより U-17 ナイジェリア代表の出場が危ぶまれた。しかし、翌7月5日、この声明は撤回された。 2001FIFAU-17 世界選手権開催のため、2001年に建設された4スタジアムに、ポートオブスペイン市内のヘイズリー・クロフォードスタジアムを、加えたい5つのスタジアムが、会場として用いられた、3カ国は4カ国よりなる4つのグループに分かれて、ふ当あたり1回戦のリーグ戦を行い、各グループ上位2カ国が準々決勝へと進む。 グループリーグの組み合わせを決定するためのドローイングが2010年5月5日、ポートオブスペインにて開催された。グループリーグにおける順位決定基準は以下の通り。2カ国以上が同点の場合は次の番号の基準で順位を決定する総価値点数が最も多い国得失点差が最も多い国総得点数が最も多い国これら3基準すべてが 同点の国が2カ国以上ある場合、以下の基準で順位を決定する、当外国間の直接対決において総価値点数が、最も多い国あたり外国間の、直接対決において、特殊点差が、最も多い国あたり外国間の、直接対決において、総得点数が、最も多い、国フェアプレーポイント抽選グループ A ナイジェリア V、北朝鮮トリニダードトバゴ V チリ北朝鮮。 V チリトリニダードトバゴ V ナイジェリア北朝鮮 V トリニダードトバゴチリ V ナイジェリアグループ B ドイツ V メキシコ南アフリカ共和国 V 韓国ドイツ V 南アフリカ共和国韓国 V メキシコ韓国 V ドイツメキシコ V 南アフリカ共和国グループ C スペイン V 日本ニュージーランド V ベネズエラニュージーランド V スペイン日本 V ベネズエラ日本 V ニュージーランドベネズエラ V スペイングループ D アイルランド V ブラジルカナダ V ガーナアイルランド V カナダガーナ V ブラジルガーナ V アイルランドブラジル V カナダ準々決勝ナイジェリア V 韓国ドイツ V 北朝鮮スペイン V ブラジルアイルランド V 日本準決勝韓国 V スペイン北朝鮮 V 日本三ニ決定戦スペイン V 北朝鮮決勝韓国 V 日本以下の賞が個人及びチームに授与された ありがとうございます。